さんこんにちは、しゅんです。よろしくお願いいたします。ということでグランギニアル今回は使っていこうかなと思います。性能がこちら、はい、性能こちらでございますと。はい、グランギニアルね、先日超究極サイという形で、降臨したキャラクターでございますと。はい、まあちょっとね、5属性のクエストを全てで20を集めるという仕様上ですね、運枠にするのは少し難しいキャラにはなっているんですけれども、まあそれでも超究極サイの、今まで来てたパンデモニウム、セイラムとかと比べて、まあその適性がいなくて降臨でクリア、もうちょっと比較的やりやすいと。まあでもやっぱ難易度は難しいですけどね、ちゃんと超究極なんで。はい、なんですが、まあセイラム、パンデモニウムに比べてはちょっとやりやすかったかなというところになっておりますと。でね、パンデモニウム、セイラムって以前ね、あの手前の動画でも話したと思うんですけれども、かなりそのやっぱ超究極サイの降臨キャラクターって獣神化という進化形態を持っているだけあって、かなり活躍の場をねいただいていることが多いと。で、今回も明確にね、エンベズラーという、クエストで、その毒枠としてね活躍する。まあ今までね、一体しか反射側に毒メテオがいなかったんで、まあ、そこの毒薬ができるよってところ。あとはもう通常運枠としてもかなりのスペックを誇っているんではないかなと思っております。ダメオワープ転送に3対応しておりまして、全属性キラーまでもらっている。で、全属性キラーの殴りには当然、友情コンボに乗ってくるんですよね。で、俺正直、まあ、毒薬って言われた瞬間にそのエンベズラーでの毒っていうのは思ったんですけれども、他のクエストのところではまあ運枠としてはうーんなのかなみたいな感じで思っていたんですよ。これね、強い。これ強いっすね。やっぱりね、その超砲撃ができるっていう恩恵、まあその獣神化の進化形態であるっていう恩恵をうまく活かせる運枠って本当に強いんですよ。過去にも威力も出て誘発効果があるっていうね、アンフェアだったりとか、どけそこ取りだったりとか、まああの辺も根こそぎ評価されてきたと思うんですけれども、はい、まあそれに近いような、形で運枠集会とかでね採用がここからバンバンあるようなキャラになってんじゃないかなと思います。そもそも殴りが他のキャラとは違って全属性キラーのおかげでどのクエストでも、キラーで殴りができますし、なんかね、毒メテオめっちゃ強いすいません、これ全的毒メテオとかね、超強全的毒メテオメテオとかでも十分強いのにもかかわらず、この豪毒メテオがね、威力37万8000ありますから、これで遊撃乗って120レベル解放まで行ってってなってくると、まあやっぱそれなりの威力が出ますね。うん、だから普通にさらっと、まあちょっと動画撮る前に、今回一回使ってみたんですよ。うん、本当はね、ティア表に乗っけようと思っていたんですけれども、一緒にね、なんですけど、威力がまあ凄まじいことになっていると。で、あとね、僕個人で1体しか超砲撃にしないんですけれども、群れるとやばいっすね。超砲撃、フレンド超砲撃、超砲撃じゃない、超砲撃じゃないの、超砲撃解放が2体されてないグランギニョルでも、まあなかなか、こいつ結構かもなっていう感じを感じました。はい。なので、まあその辺がちょっとわかりやすいようにっていうのもあって、ね、使っていこうかなというふうに思います。まあ使った方が早いんでね、実際に行ってみましょう。はい、ということで、グランギニョル使っていこうかなと思います。はい、一体だけちょっとすいません、紋章。プラス、自陣も自分で用意したんですけれども、本来であると、この形での運用っていうのは、これからほとんどないですね。はい、なんでかっていうと、今回全部のクエストをクリアしても100体しか手に入りませんので、99体で1体運極にして、ラック1が2体目として残るという形なんで、自陣3体編成っていうのは今しかできないんですよね。だから僕混ぜないで、ちょっと3体1回育成しまして、で、3体で。使ってみようかなと思います。基本はマルチでグランギニョル4とかでやってたりすることはあると思うんだけどね。そこではこれは基本的にやらないところになりますと。で、強いのがね、爆撃もそうなんですが、やっぱ爆撃と誘発されてその出る友情コンボだね、毒メテオが恐ろしいんですよ。いや、そう、これ今爆撃届く前に上のやつらとかもう毒メテオでもうね、瞬殺したのは多分わかると思うんですけど、これね、いや、なかなかと思いますね。これちょっと、これ1体、これそう、1体発動して、この爆撃っていうのがね、まあ今回、この6方向爆撃っていう爆撃をもらってますんで、そのカバーできる範囲っていうのがすっごい広いんですよね。1ピンの飛び方ちょっと見てほしいんですけど、爆撃の。こんな感じで。この方向と、その飛ぶね、その範囲っていうのがすごい広いんで、この4ピンみたいにこの端っこにいるみたいな状況でなければ、まあ基本的に誘発を取ってくれるっていうのが強みでもあります。はい。で、メテオ。ですね。もうこの殲滅力はね、半端じゃないと思います。で、まあ基本的には SS を打てば味方を集めるって状況にできるので、ね、そしたらもうその近くからスタートしてみんなの爆撃が一緒に出るみたいなことも、現実的にできますから、いや、これ強いんだよな、音楽として。
やっぱりね、その絶球ね、5絶以上の絶球がやっぱ評価されてる理由って、その重心化を進化形態で、ね、いくら強い友情と誘発とかを持っててもやっぱ当倍で友情コンボを出せないっていうのがネックになっちゃうから、結局5絶とかね、0絶の運枠っていうのが、上に来るっていう。いやこれわかる、今防御アップしてたんだけど、対1対1になった時に合格メテオン敵にランダムで飛ぶんですけれども、でそのメテオンがもう1体に集約するんですよ。そうなるとやばい。逆にね、こういう時、はい、あ、これ今うまくいきましたけれども、今のって4体全部誘発して友情が出たものの、合格メテオンがランダムだから飛ばない雑魚とかも出てきたりすることがあるんだよね。4体だと結構ないと思うんですけれども、それがねマジで強いっすね。これ防御アップ中です。ちなみに合格メテオンの威力、いやこれ強いよな。え、じゃあこれ合格メテオは誰が注目してたっていう。え、合格メテオってこんな強いんだね。砲撃の方は全属性キラーも乗ってますから、でかつ今誘発2体されてない状況ですからね、めちゃ強な気しますよこれ。はい、今みたいな打ち方になっちゃって、もう1体当たればいい、ね、全員誘発してますから、多分全長砲撃だったら倒しただろうね。はい、で殴りも全属性キラー、え、だからおかしいっしょ、普通こんぐらい防御アップしてるんですよ。で合格メテオのおかしさが分かるでしょ。分かりやすいね今のね、合格メテオのおかしさが分かるね。中国戦のね、防御アップからのダメージの出なさ、うん、に対して今のダメージの出方はえぐいっすね。はい、でじゃあ集めましょうと、でこれ縦貫して、で友情が出ない、メザコ処理とかできないんですけれども、やばいねこれね、ここに集まるね。いやこんなんね、いや俺これ結構だと思うわ。こいつあんま注目されてなかった、まあ性能がいいとは思ってましたけど、その中これからの周回で割とバチバチお世話になるクラスには強いと思うんですけどね、これ俺超強いと思うわ。運枠貫通でこんだけ自己完結してるってのはマジで珍しいですね。で毒も結局も全属性キラー持ってて光属性ですから、相手が苦手属性ってのがないんですよね。基本的にまあ光闇のお互いがね有利、お互いが弱点っていう関係になっているんで、どうも火水木どこ行ってもやっぱり基本的には当倍じゃないですか。火はもう水が弱点なんでもう連れていけないってレベルになっちゃうんだけど、そういう苦手属性もなく全属性キラーがあるんで、敵がどんな属性でもダメージを出せる、うん、で味方集めるサポートだったり、誘発のサポートもできるし、毒キラールミナスだったりね、ああいうの相方でもあるっていうので、これマジで申し分ないだろう。うん、まあもうルミナスとかね、あの辺との組み合わせっていうのはもう分かりきってることなんで今回は使いませんが、まあ通常運枠のところですね。でまあちょっと今回はね使っていこうと思います。まあもう1、2クエスト行ってみましょうか。はい、はい、ところで2クエスト目、一応豪絶、はい、まあ極みの方ですね、シュリンガーナの極みの方に来ていましたと。ここはね中央弱とかじゃないんで、豪毒メテオがまあ本当にいつも入るようなダメージの入り方すると思うし、爆撃もそうでもないかなって言おうとしたんですが、めっちゃ強いですね。はい、まあ間違いないでしょうと。まあ元々無属性友情ですから、さっきの不動明を書いてこっち光であっち闇で属性の相性良かったんですけれども、この落ちてくる友情コンボ、爆撃、毒メテオ両方とも無属性だから入り方は一緒なんだよね。はい、いやーこれちょっと合毒メテオマジ強いな。今上のやつとか爆撃ほぼ当たってなかったと思うんですけど、合毒メテオの落ち方で倒してると思うんですよね。これちょっと縦貫してみよっか、あえて。はい、いやでしょ、もう爆撃が届く前に激弱になってるじゃないですか上。いやこれやっぱね、いやこれね、シュリンガーラ極みでもまあちょっと古いクエストだってのはあるけど、これね雑魚落としてるって相当すごいことだと思いますよ。うん、これ強いよやっぱ運枠として。いやこいつ結構強いと思うな。カナンとかも多分これユニット無視して多分全処理レベルの威力だと思うし、いやこれ強いじゃん。いや爆撃いや爆撃強えな。これ6方向になるとマジ話変わるな。だからねこれメイン友情とサブ友情の相性がマジ抜群にいいですね。うん、いや爆撃ってその一定範囲、まあ自分である程度の方向は決めれますけど、一定範囲しか攻撃しないのに対して、そのやっぱ通らない敵とかがいたりするのでね、それを合毒メテオでやってるっていうのがマジ分かりやすいよね。ほら今左上とかね、この最後の爆撃が行く前に倒したし、なんでボスが死ぬんだっていうね、駆動秒回より早いやんね。いやこいつ分かりやすく強いなこれ使ったらストライカーが全員が、あこいつ運枠としてクソ強いなって分かるね。はい、いやこれ誘発気持ちいい。いやこれ強いよね。
もうこれ強いしか出てこないもん。だからね、できる限りやっぱ今回運枠にしときたいですね。そのやっぱエンベズラーが終わってるから、エンベズラーやらないからとか、超究極とかね、コラボ超究極とかだったら分かるんですよ。まあそのコラボ超究極結構線形解放とかできませんし、まあある程度活躍したらすぐね、ズーンってなってっちゃうことがすごい多いので分かるんだけど、今回こいつはね、豪雪とかその辺の運枠と同じレベルに考えてあげた方がいいんだよね。だから期間限定の豪雪運枠みたいな感じだ。あ、これ死んだ？SS 甘えないで打ちましょうね。はい、では次のフェスを。はい、ってことで多分ですが、いやいやばくなっているであろうカナンのステージに来てみましたと。はい、カナンのクエストゾン。そうだよね、セコンドクメテを一発でも落ちたら、敵は死にさらすと。本来ここはユニットとかでね、削っていくようなステージなんですけれども、はい、ユニットなんて使いませんと。一体当たればもう全部誘発しちゃってこうなりますと。いやこれ気持ちいいね。やっぱカナンってさ、一定量のダメージがないとさ、友情コンボで処理みたいなのができないステージになってるから、わかりやすく強いね。でこれさ、いやわかる、ここ友情でやっててもプヨ解けること結構稀です。まあもう今の友情だったらもうバチバチ最強にやっちゃうと思うんですけど、まあそのティア高い友情だったらね。はい、いやでもこれすごいよ、これすごいんだから。いやそれガチャゲンとかと比べたらね、こいつの友情でも溶かせるじゃんってなるかもしれないんだけど、いや運枠でやるやつはまあ知れてるぞこれ。いやこれ強いだろ。いやこいつ強いよな。え、なんかさ、パンデモリウムとかさ、セイラムの時ってさ、まあ話題になってたんですよ。強い、めっちゃ強い、やばい、こいつは作った方がいいみたいになってたんだけど、こいつあんまり話題になってねえ気すんだよな。どうなんだろう。いやなってるか、俺が情弱なだけか。いやこいつマジ強いと思うけど、下手したら通常音楽での使い方って言ったら、まあ、パンダムニウムはね、ちょっとワンパンとかできちゃったところはあるんですけど、まあ、そういうの除いたら、だから通常音楽としてパーッと使っていくにはもう最強格な気するんですが、もう1手当たればいいですか。1手当たれば全員出ますから。オール1手。これ運用です、これ運用できますから。いやーこれは割とな気しますね。でさ、ふと冷静に考えてみたらさ、まあ豪雪級スペックだってことは分かったじゃないですか。その豪雪級スペックのこのキャラが、まあその期間限定とはいえど、で適正数もね、5属性全部必要とはいえど、クリア回数ボーナスの時にね、パッてやっていけば3プレイで運極になる、あ、20集まるんですよ。ってなると、それかける10、かける5だから、期間内毎日ね、2回ずつやって、まあ最後の方はちょっと3回やる時もあるかもしれないですけど、まあ合計15回このクエスト各属性で、ね、3333って勝ってって、運極になるって割と破格だよね。ね、15周で絶球運極になんないじゃん。あ、なるか。うん。古いやつだったらなるかもしれないですけど、うん。いや、結構なるか。はい、まあ作った方がいいです。はい、じゃあ最後なんか一個言ってみようかなと思います。はい、ということで直樹でございます。すいません、電話がかかってきた関係上ね、一手弾き終わってからのあれになってしまったんですけども、なんかしないと電話がかかってきました。多分通信会社でございます。後で電話しなければ。はい、まあ、ここはね、ちょっとね、スピードが遅くなれば遅くなるほどステージにはなるんですけれども、まあ友情とか殴りとか見せたいわけではなくてですね、今回ちょっと見せたいのは SSまあ、ちょっと2段階目の SS まだ打ってないなと思ったんで、2段階目の SS がどれぐらいなのかってのを見ておきたいね。まあ基本的には8ターン SS で回していくと思うんですけれども、まあ多分 SS もかなり強いんじゃないかな。まあ全属性キラーが乗ってますから、普通に強いと思います。で、もう一個ね、この直樹中、一個検証したいことがありまして。はい、今日この動画が始まった段階で空調をオフにして、ゲームプレイしてました。一種の縛りですね。はい、この夏のクソ暑い中、空調なし縛り、をしていたんですよ。これなんでかっていうと、カメラの音声に音が乗ってしまっていますぞと。はい、っていう方が結構いらっしゃいましたので、この空調のせいなのか、向こうの換気扇のせいなのか。いや、これでね、この前半、この動画の前半は、空調も換気扇も、この家の設備一切使ってないのね。だから、音が入るはずがないの。それで音が入ってたら、もう、うちには謎の風が吹いてます。はい。なんで、その謎の風が原因になってしまっているのか、空調とかの音が入っちゃってるのかっていうのが、こっから空調オンにしてやりますので、急に雑音が来たみたいな人は教えてほしい。絶対にそしたら空調のせいだから。はい。ってなると、ちょっと画角を変えなきゃいけない。空調がここにあるマイクに確かに直にぶつかるようになってるの。だから場所変えたりするんでね、教えていただけたらなと思います。はい。通常殴り。まあまあ、これはこんなもんでしょう。はい、じゃあもう、せっかくだから紋章で撮っか。
はい、じゃあ紋章でとっか。ではこれも1タイプ P な。最終ゲージに合わせに行きます。あ、いや、母船に合わせるか、下なんで。はい、あ、いいとこ行きましたね。はい、いや、ここも友情で削るとかはあんまりなんですけどね。おかしな話ですね、こいつはね。はい、で、もうここからサクサク行こう。サクサク行くんだ。もう 1P 溜まっております。もうこれサクサク行こうなってなったらもうそうだね、急に態度変えるからびっくりしてたわね、ダッキもね。うん、で、4P、1P。いや、無理だな。どうしようかな。右上だろ。で、ここでもう突破しちゃっていいのか。ここで突破するのが基地か。行くぜ。1段階目。なんでこれ集まっちゃうわ。ちょっと待って、これ。集まっちゃうの忘れてた。そうだ。これ集まっちまうんだ。いや、あれ、やらかした、これ。完全にやらかしました。あ、行った。え、待って。ちょっと待って。なんで俺これ火つかなきゃいけないの、これ。最強ですね、さすがに。いい位置いったよ。これさ、耐久してたら C ある。いや、もう耐久して死んだとしても SSR 打ちます。もう完璧に配置したんで、これで右弱引くだけ。もう絶対重なってるじゃん、これ。はっ、キャッキャッ、もうこれ絶対重なっちゃってるんで、次で打つ、次で打とうか。無理だからね。まあいい感じに 1P のターンが来た時に打てそうな時に打ちます。これ3マップ目ってどこだっけ。最後左下、あ、これあれか、ちょうどいいか、位置では見てみようと思います。2段階目 SS です。まあ集めるって仕様は変わらないんですけれども、さすがに倍率は変わってると思いますので、ね、なんて都合のいい。まあちょっと敵巻き込んでしまいますが、スピードが下がれば下がるほどダメージが上がるステージなので強いと思います。え、強すぎ。え、いや、今時のキャラだったらこうなるか。え、まあスピードがすごい都合よく下がったんですよ今。え、にしてもなところなくない。だって貫通数今2だよ。邪気、邪気、最初の上行ってる時の邪気に関してはダメージ、あ、でもさ、最後ザッてなったから、たまにあれなんかね、よくわかんないヒットの仕方するから、まあその仕様が今発動したのかもしれないですけど、とりあえず今の見て、弱すぎとはなんないよね。うん、強とはなりますけど。はい。なるほど。SS もなんか強そうです。倍率が何とかはわかりませんが、SS も強そうですね。はい。ということで、なんだっけ。サムギョプサルしか出てこないんだよな、こいつ。あ、グランギニョル。はい。やってきましたが、はい。まあちょっとね、グランギニョルも、まあちょっと今ここ35って出てますけど、クエスト自体は、もうほぼ終わりかけぐらいまで。まあちょっとティア表が作った関係上ね、やったんですけど、ね、やっぱりね、降臨とかね、ティア低いやつでやるとある程度の難しさはあるんですよ。で、まあ、でもフレンドに置くキャラ、まあ、今回ちょっと適正キャラがあまりにも強いので、その適正キャラにちゃんとフレンドにちゃんと連れていけば、降臨でもね、まあ、ちょっと期間限定の降臨とか入ってしまいますが、十分勝てるような、内容になってると思うんですよ。うん。で、範囲が他の超究極3の時よりある程度俺は広いかなと今回思っていまして、1体でも適正がいればなんとか掲示板とかに入って1日のボーナスだけでもちょくちょく取っていくみたいな攻略方法でなんとかたどり着けるんじゃないかなと思うので、個人的にはやっぱり今の性能を見る限りもそうですが、運極を強くおすすめしたいです。はい。やっぱりパンデモニウムの時もね、後々そのパンデモニウム の友情と SS だったりとかのワンパンコンボとかをマジで作んないで後悔したって人本当にいっぱい見てたんですよ。ただあの時はしょうがなかった。パンデモニウムは適正がいても結構難しかったので、うん、まあそうしょうがないよねって運極にできなかったのはね。でもこれは結構努力すればいけると思うんですよ。なんでぜひ頑張ってほしいですね。はい。まあ、マルチとかあんま好きじゃなくてやりたくないみたいな、ノラやりたくないみたいな人は、ちょっとまあ、諦めるってのも手だとは思うんですけれども、できる限りね、自分のできることは全てやって、運極を目指していただければなと思いますね。はい。じゃあ最後にちょっとどっかだけ見ていこうか。で、こいつはね、ちょっとこれを見なきゃいけなくてですね、なんでかっていうと、こいつ誘発プラス毒なんですよ。うん。まあ、過去で言うと、ムーとか、あの辺なんですけれども、やっぱね、誘発プラス毒ってね、比較的ね、使われやすい。本当に。しかも、ムーとかですら、それが理由ですごい量使われていたのに、今回に関しては、こいつ、運枠でしょ？
しかも貫通タイプでのサポーターになるわけじゃないですか。はい、多分これからのドクキラーとかの相性もそうですし、現状でルミナスアユタヤ加えてここの乗ってるメンツだったら、まあ、ナポとかだとダメオとかかな、ダメオ転送の部分被ってて、でダッキもワープ転送被ってるでしょっていうので、もうある程度他の属性ところでやっぱ光属性全属性キラーっておかげで結構そのドクキラーの相性を取ってくれるやつがいたりするんですよ。うん、で最先端のキャラにもそれやっぱ取ってるとこ多いので、毒誘発薬っていうのでかなり多く重宝されて使われると思うんですよね。はい、なんでこういうところもちょっと注目しておきたいなというところでございます。はい、な感じですかね。はい、まあクエストはクエストですけれども性能はまあすこぶりいいと思いますんで、ぜひ、作っていただければなと思います。ということで皆さんもね、おすすめの使うクエストだったりとか、あとはこいつがこうだったら組み合わせとしてドッキリはやばそうだよねみたいなね、はい、なんでまあそういうのがあったりしたら、ぜひぜひねこれから作るよって方のねモチベーションにつながるようコメントをよろしくお願いいたします。ということで本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。